ホタテーズはホリプロコム及び漫才協会に所属していた日本のお笑いコンビ。2021年4月30日解散。二人ともメグロ商売塾6期生出身。それぞれのコンビが解散後、同協同士によってボストンミルクというコンビ名で結成。2010年1月15日のホリプロお笑いライブネオでボストンミルクとして初出演。 2010年8月に、ボストンミルクからホタテーズに、コンビ名を改名。現コンビ名の名付け親は、事務所の先輩である、シタラミツル。シタラには、ボストンミルクという名前が覚えにくいから、明日からホタテーズにしろと言われて改名した。どんな調味料を使っても相性がいいし身近ながら、時に高級食材にもなり、ホタテを嫌いな奴はいないだろうという理由だった。なお、 ホタテーズという名前は、最初したらが、同じ事務所のオキシジェンに解明案として提示した、ものだった。ネタは主に漫才で、ことが、どうせ頑張っても売れないんだから頑張らずに売れない方が、マシ、自分より、下の人間を見るのが好きなどのクズな発言や、尊敬する先輩のクズ人間ぶりを暴露する話を、繰り出し、それに、川口が突っ込む、クズ漫才が主流である。面白そう出演時は、 漫才史上最強のクズ、ついに登場というキャッチフレーズがついていた。太っている後藤を川口がいじるパターンも多く、ネタの中で川口は太っている後藤のことをお相撲さんとよく言っている。後藤の切れ口調な突っ込みも特徴。二人は主従のような関係にあると言われ、後藤は解散願望がしいが、川口は解散したくないと話しており、川口は後藤に、それなら、 月謝を払えと言われて毎月5000円を払っているという。なお、その月謝は解散したら川口に返す保証金のようなものとして後藤は使っていないとのことである。後藤は自分らホタテイズのことを解散調停コンビと表現している。2017年7月11日に新宿バティオスにて初の単独ライブスキャロップバターを開催。 2018年2月7日に、新宿バティオスにて2度目の単独ライブ、キャンドスコリップスを開催。2018年4月、後藤が月謝を2万5千円に増額して、それをすべてギャンブルに使っていることを告白。前述のように、キングオブクズ芸人となった。2020年度漫才新人対賞本選進出。2021年4月30日をもって解散。 ありがとうございます。